ここは非常にこう、じゃあどこまでがあのダメで、どこまでは許されるかって、非常にこう、ラインとしては難しいことだと思うんですけど、多分事実関係間違ってたりとかした、そこはね、そこはもう、まずやっていただきたくて、大体こういう問題を受けるときに、やっぱり、いや、表現の自由というのがあるという、あの論が当然あるわけです。一応、もちろん、この動きは大切なんですが、やっぱり、Google もそうですけど、あの昨日、あの番組で取り上げた、メタの、はい、あのイメージを出した、あの、やっぱりそういう IT 企業、あるいはプラットフォーマーというのは非常に巨大な存在になって、